ついにセリーグ再開、小野瀬ファンの反応。面白いシーズンや再開だとしても全然チャンスあるし、マーヒーキもそこに入ってるから否いたいわけやな。世界圧縮や、これマジでどこが優勝してもおかしくない。阪神勝ったけど最終回に1点とは打撃全然あかんやん。いやさよならで妖怪くん走ったわ、偉い。本命は阪神巨人か。チニの借金は阪神とパリーグだけ。阪神戦さえ何とかすれば優勝。去年の横浜に負け越さなければいいやって。せっかく横浜に勝ってきたのに阪神苦手すぎる。一つのアウトを丁寧に取るってのがいかに大事か分かったわ。なお9回裏のハムの1点は則本に自責ありません。則本は2アウトで抑えたら決まるところからやらかして同点か。晴れにきついな。これで自責つかないの理不尽。勇気にまた勝ちつかんかったけど、木浪いない今頑張るしかない。おばたちゃんが決めてくれたの、ほんまよかった。圧縮されたか。今年の飛しりは26、4を超える悪夢になりそうやな。日本シリーズ相手が高カホークスかソフトバンクかによるな。阪神はサイ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 でワンチャンあるけど、広島はそそそ不可避。阪神は今相当に打撃不振にもかかわらず2位まで食らいつけるんや。打撃さえ回復したらぶっちぎりあるで。最後の渡来からの送球、山本取れんかったかな。取れてたら上田でもアウトかもしれへんかったよな。水谷とか見てたら Y はまだ井上康太を諦めたくねえよ。まだ全球団チャンスあると思うわ。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。